のりと黄色と黒のペン、折り紙が2枚いります。はじめに顔の部分を作っていきます。四角になるように角を合わせて端っこだけ折ります。こちらも同じように、この真ん中には顔がきます。このように4箇所跡をつけています。次に先ほどつけた線を手がかりに真ん中に角を集めるようにしております。これを3箇所折っていきます。ここの角は一番上まで来るようにしております。この一番下の角はここにしまいます。で、次ここの角を少し折ります。こちらも同じようにしております。この下は上よりも少しだけ折ります。こちらもほんの少しだけ折ります。ではここに皮を描いていきます。この口が乾いたら黄色で塗っていきます。これで顔の完成です。次に体の部分を作っていきます。三角に半分に折ります。一旦開きます。先ほどつけた折り線に合わせてこのようにして折ります。逆も同じようにしております。ここをこれくらいの大きさで折り返します。こちらも同じように折り返していきます。ひっくり返します。まず足を描きます。次に手を描きます。この足を塗ります。これで完成です。で、ここの幅とここの幅が合うようにこうやってつなげます。これでてるてる坊主ペンギンの完成です。